リーヌは日本の歌手、声優。6人組エンタメユニットスト・プリのメンバーであり、声優や歌い手としても幅広く活躍している。スト・プリのメンバーで赤色担当。血液型は B 型。東京都出身で兄が一人いる。公式ペアはリーヌルート。ルート、コロンと共に信号機組と呼ばれている。 グループでの活動の他に、YouTube での歌ってみた動画やオリジナル曲、オリジナルアニメなどの投稿、動画配信サイトでの生放送などで活動しており、中には2100万回再生を超える動画もある。作詞をすることもあり、2019年12月11日には、自身が作詞を担当した曲も含まれる、ファーストフルアルバム、タイムカプセルがリリースされ、オリコン週間アルバムランキングで、 初週2位を獲得し、デイリーランキングでは1位を獲得した。YouTube、ニコニコ動画、TikTok における登録名は、リーヌくんである。また、声優として、コイヌという名前でも活動している。自身の YouTube チャンネルでは多彩な声で、セリフ動画を出している。生放送は主にツイキャスで行っており、リーヌくんストプリを使用している。また、 YouTube のアカウントを使用しての生放送を行うこともある。2017年9月2日、自身の Twitter と YouTube で性同一性障害であることを公表した。2020年 3D モデルでの動画が11月20日に公開され、21日には初の 3D 姿でのライブ性配信が行われた。2021年5月24日の誕生日に初の公式ファンブック、 リーヌメモリーが発売され、週刊で5.6万部を売り上げ、6月7日付のオリコン週刊ブックランキングで1位を獲得。太字はメインキャラクター。特に突起のないものはリーヌ名義。ありがとうございます。